皆さんこんにちは。今回はアシストキャラについての解説を聞いてみたいですとかっていうコメントが YouTube にあったので解説していこうと思います。左上のメニューを押して画面下部のアシストキャラを押します。するとキャラが表示されるんですけど、このアシストキャラ機能は第一層ストーリーメインクエストを全部クリアすると解放されます。ストーリーメインクエストをクリア済みの階層だとフィールドでアシストパーティーを組めます。左上のこのパーティー募集って書いてあるとこの右のプラスボタンを押してアシストパーティー作成ってあるので押して、でまあこれキャラ押すと選択できるんですけど、キャラ選択して結成 OK ってやると SAO のキャラクターと共に行動ができます。パーティーを組んだ状態ですね。アシストキャラについては最近このアシストキャラについてまとめた記事を書いたので、こちらリンク動画説明欄とかに貼っておくのでよかったら見てもらえればと思います。キャラの解放条件は、まあ、この通りなんですけど、1層4層8層9層12層27層クリアするとここに書いてあるキャラが使えるようになります。でちょうど今ユージオのイベントが来てて、最近アシストキャラにユージオが追加されたんですけど、今はこのイベントやらないと手に入らないんですけど、このイベント終了後もアシストキャラのユージオが解放できる機会を設ける予定ですって書いてあるので、まあ、そのうちイベント終わった後もユージオ解放できるんですけど、このアシストキャラって、まあ、ここにフレンドシップとか書いてある通り、アシストキャラの好感度を上げることによっていろんなメリットがあって、でまあ、初めて見た時はなんだこのギャルゲー設定みたいなのって思ったんですけど、まあ、これやっていくといいことがあるよと。でこのキャラ選択画面で右下決定を押すと、まあ、最初これプラス20ってあるじゃないですか。1日1回このキャラをタッチすると有効度っていうのがプラス20されるんですよ。で有効度経験値がたまると有効度ランクっていうのが上がって、でこの左下の、まあ、これキリトだったらキリトって名前書いてあると思うんですけど、これ左下押すといろいろ出てくるんですけど、有効度ランクが上がるとこのキャラクターレベル上限、なんちゃらレベル上限、コスト上限、ソードスキルの装備枠、アビリティ装備枠とかが増えてく感じですね。このスキルレコードレベル上限っていうのはメニューアイテム強化交換スキルレコード強化って押して、まあ、どれかスキル選んで押すじゃないですか。これってスキルレコードを強化する画面なんですけど、左上のこの素材アイテムレコードフレームってやつを選んで OK ってやって、右下強化 OK ってやって強化できると思うんですけど、これでスキルレベルが上がるじゃないですか。でこのスキルレベルが上げきった状態、例えばスキルレコードのレベルが80のものを上げきってはいないんですけど、限界突破してない状態で星4だと強化進化しきるとレベル80なんですけど、それをつけてもさっき言ったこのスキルレコードレベル上限っていうのが40だったとすると、スキルレコードレベル80のをつけても40にしかならないんですよ。レベルが下がってしまうんですよ。でそういうのを有効度ランクを上げることによって上限を解放できると。でアシストキャラのうち1人でも有効度ランクを15以上にすると、まあ、さっきこのアシストパーティー作成ってやった時に2人連れてけるようになるんですよ。1人でも有効度ランクを15以上にすればこのアシスト2っていうところがこの2枠目が解放されて2人連れていけるようになります。でアシストキャラの有効度を上げる方法なんですけど、まあ、さっき言ったこの1日1回キャラをタッチする、これで20もらえます。でその他で上げる方法といえば、右下のこの交流ボタン押すと、まあ、安全エリアでなければこういうのが表示されるんですよ。なので始まりの街とか、まあ、ギルドルームとか安全なエリアに行って、でもう1回右下の交流を押すと、まあ、OK ってできるんですけど、これ1日3回までできます。でこの交流するときに出る選択肢によっていろいろ変わってくるんですよ。もらえるアイテムとか、もらえる経験値コル、ギルド経験値、ギルドポイント、キャラが習得する熟練度スキルとか、上がる好感度とかいろいろ変わるんですけど、有効度を重点的に上げたい場合は一緒に出かける、自分に経験値を入れたいとか、まあ、経験値コル、ボスの素材アイテムがもらえたりするのがボスを討伐するってやつですけど、まあ、ゲーム進めていけば、まあ、みんなにとってはかなり
なりもらえる経験値が少ないと思うようなくらいなんですけど、一応なんか選択肢の中ではもらえる方みたいな感じですね。あとはここに出てないんですけど、アイテムを収集するっていう選択肢が出た時は、まあ、上がる有効度経験値が少ないんですけど、まあ、その分武具とかスキルレコードの強化素材、進化素材が出たり、まあ、極意のハリビンショーってやつ、熟練度スキルを上げるアイテムですねがもらえたり、モッド取り外し機っていうあのモッドスキルに装着したスキルレコードを取り外すアイテムがもらえたり、あとはあの技の練習っていう選択肢が出た時は、キャラクターが熟練度スキルを習得することがあって、まあ、どの選択肢でも熟練度スキルは手に入るんですけど、この技の練習が一番なんか習得する熟練度スキルが多い気がしますね。でこの技の練習で熟練度スキルを習得したとすると、その習得した熟練度スキルが、まあ、解放条件になって、まあ、他の熟練度スキルも習得できるようになっていくんですけど、いつの間にか、まあ、この技の練習っていうのが熟練度スキル解放するのに一番選ぶ選択肢ですね。あとは雑談するっていうのが、まあ、他の選択肢に比べて話が終わるのが早い気がします、キャラクターの。まあスペシャルスキルっていうユニークスキルみたいな、なんかキャラ特有の熟練度スキルを習得できたり、もらえる有効度経験値も結構多い気がします。まあ、さっき言ったこの一緒に出かけるっていうのは有効度経験値が多めにもらえたり、有効度経験値を上げるプレゼントアイテムっていうのももらえることがあるんですよ、この一緒に出かけるってやつやると。だからこれが有効度経験値を優先的に上げたいならおすすめですね。このキャラの交流した時の会話ってたまに期間限定でなんか違う会話になったりもするので、お知らせとか見ておくといいと思います、そういうのが気になる方は。でこの残り交流回数2ってあると思うんですけど、1日3回までしか交流できないんですが、この金の呼び鈴っていうアイテムを使うと1日3回交流にリセットできるんで、交流回数を回復できるんで、まあ、3回交流しきった後にこれ使えばまた3回交流できるようになるので、でこれはイベントとか釣りとかで手に入るので、まあ、よかったらやってみるといいんじゃないかと思います。でさっき言ったこのプレゼントって、画面の右下の交流の一つ上のプレゼントっていうところを押すと出てくるんですけど、あげるプレゼントによってどれくらい有効度経験値が上がるかっていうのが変わってくるんで、まあ、これこの記事に表をまとめてあるんですけど、一緒に出かけるで出たアイテムこれ渡して、まあ、例えばこれアスナだったら花がプラス15なんで、お花をねちょっと上げてみようと思います。すると15上がるんで、まあ、こういう感じでプレゼント上げて有効度経験値上げるのいいと思います。あとはこの動画撮ってる時点でやってるアシストキャラ育成キャンペーンっていうのがあるんですけど、これやるとスコア報酬にキャラの特別な贈り物ってあるんですけど、これを上げると有効度経験値120も上がります。であとは左上メニュー右下ショップアイテムで、この探索っていうやつ、アルカナジム使って引くやつなんですけど、この豪華な贈り物ってやつが出たら、これ使えば有効度経験値が180も上がります。アルカナジム使う余裕がある人ならいいと思いますけど、あとはこのアシストパーティーを組んだ時に左上にこれ時計マーク出るじゃないですか。これキャラにスタミナがあって、でまあ、この SOIF ってスタミナ機能がないことで有名なんですけど、アシストキャラにはスタミナがあるんですよ。でパーティーを組んでいると1分で1減少します、このスタミナが。でパーティー組んでいなければ2分で1回復します。でまあログアウトしてれば自然と回復します、その2分で1回復っていうやつですね。でアシストキャラってこのスタミナが1減るごとに有効度経験値が入っていくんで、でこれアシストパーティー組んだまま放置しててもスタミナ勝手に減っていくので、まあ、有効度を上げたい人は放置してもいいかもしれないですね。でスタミナが0になった場合は0の状態だとパーティーを組むことができないんですけど、まあ、パーティー組んでないまま2分待てば1回復してスタミナが1でもあればパーティー組めるので、まあ、組むことはできるけど、パーティーを組んだままスタミナが0の状態になるとアシストキャラの攻撃力が大幅に減少するので、まあ、アシストキャラが育ってない人とかはちょっと気にした方がいいかもしれないですね。あとはイベントやってると手に入るこの元気の果実っていうのを使うとスタミナが回復します。あとダンジョンにアシストパーティーで挑戦できるんですよ。これダンジョン挑戦画面にアシストパーティーで挑戦っていうのがあって、 OK って押すと、まあ、さっきのキャラ選択画面になって、まあ、開始ってやればアシストキャラでダンジョンアタックが可能になります。
でこれアシストキャラはこうやって攻撃しに行ってくれるんですよ、こちらにヘイトが向いている敵に対して。でダンジョンって勝手にこっちに向かってきてくれるんですよ、モブモンスターが。モンスターに気づかれれば勝手にこっちに向かってきてくれるんですけど、アシストキャラはこっちに向かってくる敵に攻撃しに行ってくれるので、まあ、階層フィールドだとこちらから一撃でもモブモンスターに加えない限りは攻撃しないんですけど、まあ、一撃でも与えれば攻撃しに行ってくれます。あとアシストキャラは小春と同じように自分がスイッチ打てば反応してスイッチを打ってくれます。だからこのキャラの画面の左の装備っていうところを押して、このスキル1っていうところにスイッチって書いてあると思うんですけど、ここに装備したスキルレコードソードスキルが自分がスイッチ打った時に連動して打ってくれると。あと今これアシストキャラ育成キャンペーンのイベントダンジョンに入ってるんですけど、ここでモブを倒すとアシストキャラに経験値がいっぱい入るんでアシストキャラのレベリングにいいんですけど、全部を倒しきる前にこの左下の脱出口から脱出するとまたそのダンジョン内のモブモンスターが全部復活するので、すぐにでもレベル上げたい人はそれやってもいいですけど、昔はダンジョン内でログアウト、このゲーム再起動するだけで勝手にこのダンジョンの外に追い出されたんでレベリング楽にできたんですけど、今はできなくなったので自分で脱出口まで走って脱出してって感じですね。やるとしたら、まあ、普通にアシストパーティーで挑戦ってダンジョン入るだけでもスタミナが1減るので、まあ、アシストパーティーで挑戦って周回みたいなことしてればまあ、すぐ減っていくとは思いますけど、まあ、さっき言ったこの左の装備って押してこのスキルレコード装備できるっていう話をしたと思うんですけど、まあ、他にはこのステータスには関係ないけど装備すると見た目だけが変わるこのアバターってやつも装備できたりするんですが、まあ、このソードスキルだけじゃなくてこのアビリティですね、つけてるだけで常に能力値が上がるような防具につける方のスキルレコードを装備することもできるんですけど、ここに装備したスキルレコードは自分の装備と共用が可能です。自分の使ってるスキルレコードと同じやつ装備しても大丈夫ですね、使えますね。そこがちょっと小春と違う点ですね。小春は自分が使ってるスキルレコードと同じやつはつけれないんで、で特にアシストキャラで気をつけたいのがここの装備コストですね。右下のこの装備コストっていうのがあって、スキルレコードを装備していけばいくほどこのコストっていう数値が上がってって、この上限を超えられないようになっているんですよ。例えば星さんの優美一戦アスナってやつはこのコストが12なんで、これ1個つけるとコストが12上がるっていうことですね。まあ、この装備するっていうのは安全な街でなくてもできるんで、でアシストキャラに装備するスキルレコードでちょっと注意したいのが、ここをスロットに装着中とかコネクタに連結中って書いてあると思うんですけど、モッドスキルとかコネクトスキルって装着したり連結したりする機能があるスキルレコードなんですけど、こういう風に何かにくっつけてるやつはアシストにつけられないです。で逆にアシストキャラに装備してるやつってコネクタに連結できないんですよ。コネクトスキルってやつなんですけど、まあ、モッドスキルに装着も多分できないと思うんですけど、だからコネクトスキルとかモッドスキルに、まあ、連結とか装着とかする場合はアシストキャラに装備してないかちょっと気をつけないとちょっとめんどくさいんで、まあ、なるべく連結とか装着とかしないやつをアシストキャラにつけるのも、まあ、いいんじゃないかなと思います。まあ、装備コストって正直これ自分のもあるんですけど、自分はこうやってレベル上げていけばそんな気になんなくなってくるんですけど、アシストキャラは装備コスト気にしないといけない場面って結構あると思うので、レベル上げきってないと。あとアシストキャラのレベリングなんですけど、まあ、さっき言ったこのアシストキャラ育成ダンジョン育成キャンペーンの時のやつやってキャンペーン期間中はですね、あとは階層フィールドでアシストパーティー組んで普通にモブ狩りしても全然上がるし、アシストパーティーでダンジョンに挑戦して戦ってレベル上げるとかでもいいし、あそうださっき言った有効度を上げる方法で裏技みたいなのがあって、ここアシストパーティー作成されている時にもう一回作成ってやって再結成って押すとスタミナが1減るんですよ。今26だと思うんですけど、これもう一回やると25になるあるんですよ。でこれって街など安全なエリアでやってもこれ減らないんですけど、階層フィールドでやるとこれ減ってくんで、ちょっとめんどくさいですけどすぐにでもスタミナ減らしたい人はいいと思います。アシストパーティーは小春と違って HP があるので、やられたら助け起こし状態っていうのになるんですよ。
こういう風に赤いサークルができて、でその赤いサークルに自分が入り続けると HP 半分の状態で復活したりするんで、まあ、ほっといても勝手に復活するんですけど、ちょっと時間かかると。あとはアシストキャラが倒すと自分に熟練度経験値が入ります。まあ、こういう風に WEXP プラスいくつっていうのがここに出ると思うんですけど、まあ、これ自分で一撃入れてアシストキャラに倒してもらってるんですけど、まあ、こうやって自分が触れなくても熟練度経験値が入るので、まあ、さっき言ったそのダンジョンに入ってる時にモブモンスターが勝手にこっちに攻撃しに来てくれるって話したと思うんですけど、モブモンスターが出てくるイベントダンジョンのイベント周回ですね、それでアシストパーティーで挑戦ってやるだけで勝手にアシストキャラがモブモンスターに攻撃しに行ってくれるので、まあ、放置するだけで倒してくれるっていうのがあるので、そういうのをアシスト放置って呼んでるんですけど、まあ、そういうのやんなくてもこうやってひたすらこうやって通常攻撃ずっと加え続けてってアシストキャラに全部倒してもらうっていうのもアシストキャラを育てていけば可能なので、これの利点って全体攻撃の星音がない場合にちょっとモブがまとめ狩りしにくいんですよ。でそういう時にこれずっと通常攻撃一撃ずつ入れていくだけでこうやって倒してくれるんで、すごくいい方法じゃないかなって思います。あとアシスト放置に関しては、まあ、前に熟練インゴットっていうやつを解説したんですけど、まあ、それつけてるとイベントで敵を倒しても熟練度経験値が結構入るので、まあ、それに関しては、まあ、熟練上げがインゴットで爆速みたいな動画作ったので以前、まあ、その動画を動画説明欄とかに貼っておきます。あとはこのアシストキャラについて解説した記事の下の方に小春とアシストキャラの違いっていうのが表にして載せてあるので、まあ、こういうのが小春とアシストで違うっていうのがわかるんじゃないかと思います。で以前霧雨さんと暇人エギルさんっていう方にこのアシストキャラクタースキル習得条件一覧っていうやつのリンクを貼る許可をいただいたんですけど、これ霧雨さんの SAOIF スキルレコードまとめっていうサイト行くと習得一覧っていうのがあって、交流でどの選択肢を選べばどの熟練度スキルが解放されるかっていうのが載ってるので、まあ、これで確認するといいんじゃないかと思います。以上でアシストキャラの解説は大体やったと思うんですけど、まあ、細かいところはさっき言ったこのアシストキャラについて解説した記事を見てもらえればと思います。でもしなんかこれ説明不足だよとかここ間違ってるよっていう部分があったらこの記事、まあ、訂正したり書き足したりしていくので、まあ、なんか気づいた点あったら言ってもらえればと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。